皆さんはカゴメカゴメという歌に封印された日本の古代の神様をご存知でしょうか。実はこの歌には日本を最初に統治していた巨大なエネルギーを持ったある神が封印されているのです。まず歌を見てみましょう。カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつである。夜明けの晩に鶴と亀が滑った。後ろの正面だーれ。鶴と亀、これは鶴を神門とする物のべ神道、その祖神であるにぎはやひの御事と亀を神門としている出雲大社、そこに祀られている大国主の神を表しています。滑るというのは滑る、すなわちまとまる、統合されるという意味ですね。つまり鶴と亀が滑ったというのは、鶴であるにぎはやひの御事と亀である大国主の神が合わさったという意味なのです。どういうことかというと、実はにぎはやひの御事と大国主の神はもともと一つの同じ神様だったのです。それを当時の大和朝廷は政治的な目論見から分裂させ、力を封じ込めてしまいました。この二柱の神が合わさり、力を取り戻した本当の原始の神、にぎはやひの御事と大国主の神が一人の神であった頃の名前は、大いなる物の主、大物主の狼です。また最初のカゴメカゴメはカゴの目を表し、六芒星、ユダヤの紋章を表しています。ユダヤは六角形の甲羅である亀、一方鶴は縁起のいいものとして日本で昔から親しまれてきました。この鶴と亀が滑る、合わさるというのは古代ユダヤと日本の合体でもあるのです。太古の昔、神武天皇が日本を統一し初代天皇を名乗る前、この国にはユダヤと日本の縄文人からなる巨大な国があり、その巨大な国の神こそがにぎはやひの御事であり、大国主の神であり、大物主の狼だったのです。カゴメ歌の封印を解いて、後ろの正面にいる神、太古の原始の神、大物主の狼のエネルギーを共に復活させましょう。